かしまあ早いね。もうだいぶ明るくなってきたけどね。これね、ここし多分ね、これゆりかもめが見えたからもう新橋だと思うけどさ、でかいなこれ。まだビルが、電通のビルとか日テレタワーとかもうすぐ見えてくるかな。これ日テレ、これ目の、これ日テレ、これこれ日テレだ、これ日テレ、電通で新橋駅、まだ5時10分か。まだ5時10分でまだ早く着くんだよな。テレほら開いてないよね。どこが？テレ。開いてる？やってるわけない、こんな時間が。テレビはやってた。テレビはやってる。テレビは24時間やってる。土産屋さんやってないよね。やってるわけない。あんなとこ多分10時ぐらいからだよ。ここ、これだってそうじゃん、マリオのとこだって。有楽町マリオンだって、これ10時ぐらいでしょ、スタート。丸いとかね。東京交通センタービルとか、交通会館とか絶対まだやってるだろうな。でもあっという間、有楽町過ぎたらもうあっという間だな。昔ここ、あの米表があったんだよ、ここ無印だけど、無印って書いてあるけど、ここもともと米表あったんだよ。長町だけどね、いつの間にか。で、これもうすぐ東京駅やからね、有楽町すぐ近い。国際フォーラムそこだしね。なんか工事してるな。東京だよね、ここ。東京だよね。まあいいや、どうせみんな出るじゃん。最後くらいに出りゃいいさ。これ高崎で寝れるな。まあこれでトーストついた。よし。しかしカインリクライニングはつらかったな。このシートきつかったわ。さすがに。シートもあった。やっぱ15車、3号車が一番悪いんだよね。このクラスはやっぱ一番悪いと思うよ。本当にこれ発電席だと思うもん。おまけモーター車だからね。モハだから、モーターでちょっとうるさいからね。よいしょ。今から群馬の方行くの。群馬。あーちょ。出なくてもいいけどね。よっ。釜飯。釜飯。釜飯は横川ぐらいまで行かんの。上に。さあ。すじんじゃい。でもちょっとあの前の校舎ちょっと行ってみようか。前の校舎はこんな感じでしょ。ちょっと快適性がどんぐらいかなと思って、快適性がよいしょ。なんかエアコン難かったよね、あっち。こっちの方がいいよ。まだマシか。さあ戻ろっか。もう新しく交換してあるね、座席が。あ、ちょっと重工車行ってみようか。ちょっと前の方行ってみよう。やばい、ケツが痛い。しかし東京、最後に20分発鶴瓶瀬沼津駅は7番線から発車です。最後に20分発鶴瀬沼津駅7番線から発車です。
わかんない、座席が硬いからさ、なかなか行ってってるな、これケツが。ケツが辛い。この時はここまで柔らかかったよね。ああ、まあな。え？え？どれが？この自販機すごいよ。あの結構東京のいろんな駅でもあるから。うん。なんかそんなもんないよね。ない。そうなん、絶対ない。え？大阪もないな。まだ東京だけだね、ああいうの。で、秋田にあったけどね。で、ね、あ、でも結構みんな机、あ、机席が多いけど、やっぱこれが一番当たりかな、この車両が。うん、この車両は当たりだわ。まず座席がほらハイストップで、うん、あの高いし、高い、うん、ハイデッカだし。8番線回送電車です。まもなくドア閉まります。横の層8番降車終了、ドア付けになります。この電車は横のドア10秒です。で、前行ってもいいですね。でも真正面が快速、何も書いてないですよ。ただ真正面、白マーク。うん、降りて、降りて、まあね、まさか白マークか。でもさっきアントヤシいただいても白マークだったけどな。さあケツが痛いけど行くか。高崎の方はまず上の前出ないとダメだから。いや、まずね、だけど動いてないね、まだ。あ、動くのが、まだ、まだ朝が早いからね。まあ、東京行くの複雑っちゃ複雑だからね。こっちが渋谷方面とか蒲田の方行く方かな。で、向こうがあの赤羽とか御徒町とか行く方向がこれかな。出る？丸の内。朝からかお酒飲むのは良くないな。はい、5時15分でしょ。こっちが12分か。あと2分ぐらい行くことで。こっちは15車しかいる。10と7号車しか行くよ、みたいな。座席が違う。ああ。17時間10と7だけね、ちょっと快適。あ、なくなっちゃったね、いつもが大丸のあのボロいやつが。こっちに立てた。あー、行ってこれ、 あの車両が一番古いよね。うん、多分今残ってる JR の車両では、東日本で残ってる車両はだいぶ古いのなくなっちゃったけど、これぐらいかな、今。でもこれもね、定期はね、ないからね、定期運用は。いや、なくならないと思う。これもともとさ、あずさとかさ、あさまとかさ、そういうのに使われたやつだからさ。あ、来るね。あ、来たね。でも車両をしっかりしてるってこと、車両は。あっちはガッチリしてる。手前のやつは結構持つかなって感じで、寿命が。来た。長い、結構長い。当たり前長いね。
あ、この時間はもう放送が流れないか、さすがに朝早すぎて。Please change here for the Chuo line and the Ginza subway line.